誘導系電力量系一般家庭でよく目にするタイプ透明な容器の中に回転する円盤と電力量を表示する文字盤が見える右下の丸いシールに検定の有効期限が示されている下部左右の黒い耳状のものが検定商品電力量系は電力を積算し計量する電気計器である電力メーターもしくは略式として メーターとも言われ、電力の売買取引上、重要な役割を担っている。電力量計は、動作原理や構造、用途などにより、多種が存在するが、一般家庭には、交流電力の内有効電力を、積算計量するものが設置されており、内部に回転する円盤が見える、誘導計電力量計を、特に多く、目にする。電力量を一桁ずつ指針によって表示する。 物現在、電力量を計量するものとして、一般的に広く用いられているのが、誘導系電力量計である。原理としては、アラゴーの円盤を応用したもので、計器の内部には電力に見合った速度で回転する円盤がある。円盤はアルミニウム製で、直径およそ 85mm、厚さは 1mm 程度。円周を100等分したメモリを外周に刻み、 うち1内一点を黒色に塗り基準としている。電力が流れていないにもかかわらず、円盤が回転してしまう、クリーピング現象を抑えるため、円盤上に2箇所、直径1から2ミリメートル程度の穴が開けられている。円盤を挟み込むようにして、電圧コイルと電流コイルとが配置されており、これらが円盤を駆動させる、原動力を生む。円盤の回転速度を電力に比例させるため、 永久磁石を他方に配置し、制動力としている。景気の精度を高めるため、重負荷保証装置や、移送保証装置、温度保証装置、加えて、誤差調節のための重負荷調整装置、移送調整装置、軽負荷調整装置が設けられている。円盤の中心には軸が通され、その両端を軸受けによって指示している。軸受けにおける摩擦は、 景気誤差の原因となるばかりか、景気の耐久性をも左右するため、可能な限り摩擦の少ない軸受けが用いられる。円盤の回転力は原則歯車を介して取り出され、軽量装置に電力量を表示する。軽量装置は電力量計の表面、外から見えるようにして配置されており、数字によって表示する源氏型と指針によって表示する指針型がある。中には、 一定の電力量に達するごとにパルス信号を送信する端子を設けたものもあり、これにより電力量を遠隔地でも確認できるようになっている。精密級複合計器電力量計、無効電力量計、需要電力計を内蔵した電子式、大口需要化に設置されている。無効電力量計は無効電力を積算計量する電気計器である。原理や 基本的な構造は、有効電力量計と同一で、計器内部において、電流、電圧に位相差を設けるようにされている。無効電力量計には遅れ、無効電力量を計測するものと進み、無効電力量を計測するものがあり、それぞれ専用のものは兼用することができない。電力会社が設ける電気料金プランの中には力率によって電気料金が優遇されるものがある。 これは主に工場など大口の顧客向けで、一定期間ごとの有効電力量と無効電力量とで、力率の平均値を算出し、電気料金を割り引くなどの措置が取られる。なお、非創電力を積算計量する非創電力量計も存在しうるが、ほとんど用いられない。最大需要電力計は、ある期間内において、最大の電力値を計量する電気計器である。 大きな電力の取引をするにあたって利用される直流電力量計は直流電力を積算計量する電気計器である交流用の誘導計電力量計を直流用に転用したものが多く用いられているこの他整粒子電動機型や古くから用いられてきた水銀電動機型などがある二次電池の充電量及び放電量を測定することなどを目的に 電流値を積算する直流電量計というものもある。電子式電力量計は内部の電子回路により電力を積算計量するものである。この形式のものはセグメント LED や液晶ディスプレイ上にデジタル表示するものがある。近年増えてきているオール電化向け契約では時間帯別に計測する必要性があることから多く設置されている。 関西電力の場合近年契約種別によらず、単一の表示のみを有する電子式電力量計を設置している。検診時端末と電力量計で通信を行い、端末側の登録により契約に応じた検診票発行ができる。発変電規定では、電力量計を設置する目的として、発電電力量または使用電力量等の確認、 負荷の想定及び取引等のために設けるとある。特に電力量計を電力の取引に用いるためには、日本電気景気検定所の検定に合格したことを証明する検定承印が必要である。検定承印を補助するマークには有効期限の表示があり、これを過ぎたものの使用は軽量法違反となるので、期限満了までに原則として電力会社により適宜交換される。 電力会社の所有物として取引に用いられる電力量計には銘板の右下に電の表示がある。また設置後電力量計もしくは景気箱に電力会社による封印が取り付けられる。コメーターは対価等から金子、自販機設置者等への料金再請求に使用される場合は照明用の計量機となり所有者に計量法上の検定受験義務が生じる。 検定期限を超過して使用している場合や、不正改造については、所有者が軽量行政機関による取り締まりの対象となる。なお、不正改造を実施した者も、偽形業務妨害で逮捕されたケースがある。電力量計の設置にあたっては、電力量の値が読み取りやすいよう配慮される。具体的には、床上高さ1メートル以上、2メートル以下が良いとされる。 電力量計は精密機械であるため、寒暖差、振動、人愛悲惨の激しい箇所への配置は避けた方が良い。誘導円盤計器では、傾きがあると円盤を支える、軸受け部分での摩擦抵抗が大きくなって、回転を鈍らせ、実際の値よりも少なめに表示されてしまうため、取り付け角度も重要となる。電力量計は、その仕様について、 日本工業企画によって企画化されている。関連社員が電気メーターサイク料金請求額を少なく、偽計業務妨害容疑で逮捕。産経新聞、http://sankei.jp <execut able>、msn.com/.west/.west、affairs, news, 14516。 w a f 14兆516億2105万 31N1HTM2014 年5月17日閲覧。ありがとうございます。